はい、今回皆様にニュージーランドのオークランドシティ目抜き通りクイーンストリートにあるおしゃれたバーね、QFW に関して、紹介させていただきます。クイーンストリートっていうのは、まあオークランドの目抜き通りなんですけど、そう歩いてる時にね、入りたい気分になった、バーです。ニュージーランドのオークランドにいます。オークランドクイーンストリート QFTAV で通ります。 QFTAV で今います。今日3日目ね、時差ボケでちょっとかなり、なんか起きる時間遅かったんだけど、早速ということでバーに来てます。まあ日本ではそんな飲まないんだけど、そこまで酒強くないんで飲まないんだけど、海外行くと一人で飲みます、そんな酒が好きじゃないんだよね。海外の雰囲気を楽しみたいということで、ビールとかね、バーをということで、今飲んでます。これがステインラガーということで、クラシックということで、ステインラガー。なんか今ここ見たら後ろにすごくマシンがある。まあオーストラリアがそうなんだけど、オーストラリア行ったけどそうなんだけど、こういうバーでスロットマシンがあって、ポーキーがこのところあって、ジャックポットって同じやつね。このバーでね、ジャックポットで5000ドル来た人がいてました。びっくりしました。ということで、バーね、結構いろんななってます。すごいね。だからいろいろね、ボトルのね、ステンラガーということで、生でもよかったんだけど、この後生の飲む予定なんだけど、一応この写真撮りたいということで、あえてこれにしたの。ハッピーアワーだから安い、ね、そっちのところで後でちょっとスロットまたやってみようかなみたいな思ってる。ビールも有名だし、あとはワインも有名なんで、ワインもこの後飲もうと思ってるんだけど、両方飲めるという酒漬けがたまらないと思います。で、今、ビールいくつかあるんだけど、マックスゴールド、さっきは、スタインラガーでしたので、生でちょっと飲んでます。まあボトルの方がそのラベルがあるんで、何のビールか分かりやすいと思うんですけど、マックスゴールドというので、ね、癖のないスッキリとした味わい、 4% なので、ね、すごく緩いです。あ、こんな飲んでますよね。収蔵所はネルソンなんで、ネルソン、さっきのスタインラガーはオークランドだから、各場所によって、まあ、収蔵されてるんだけど、ネルソンのビールということで飲んでます。非常に飲みやすいです。 4% なんで軽いですね。ということで今飲みますけど、いいっすね。やっぱ世界各地のこういうバーをね、行ってみるとなかなか面白いです。このバーなかなかいいですよ。そっちにスロットマシンがあって面白いです。テーブルもあります。おしゃれな感じでカウンターになってね、なかなか綺麗ですよね。雰囲気もいいです。ということでクイーンストリートになります。 QFTAV ということで、一応題名でも入れておきますけど、この辺でワインも、ビールもワインもね、揃ってます。他にはノンアルコールもあるので、まあ酒飲めない人もね、一緒に来る場合もいいかなって感じがします。面白いですね。なんかクラブに行ったら、もう何かジーパンじゃなくて、ジーパンじゃないこの部分がダメって言われて、いやこれダメっていうか珍しかった。ジーパンよりこっちの方がスマートじゃない、カジュアルじゃないでしょって言いたかったけど、まあこれやめておきましたけどね。とりあえずダメだったんで、今バーに来てます。はい、ここ決めきたぶん来たんだけど、2回目です。ということでマックスゴールドになったけど、これバーでしたけど、このビールを飲みます。で、こんな感じでね、昔ながらのこのインスタでこれアップしたら、ここで働いていた、ワーホリティで働いた日本人女性がいてコメントもらったんだけど、なかなかいいバーなんで、皆さんもぜひこのクイーンストリート、僕らが来たらクイーンストリートにあるこのケーフタブンに来ていただきたいと思います。ビールちょっと飲みますけど、美味しいですね。タクシー帰れるんでね、結構賑やかですね。まあ
まあ、何週間か、今日でね、明日で終わりか。なんでこれからまた戻りますので、楽しかったですね。周りにいた時は指令が多かったんだけど、大都市ということで。まあ、次回来た時は、俺に見たから、ツアーが出てくるから、行ってみようかな。ちょっと怪しいけど、まあ、これからちょっと、カジノにちょっと、行ってみます。